Unity でロボットの教師データは作れるというタイトルでき今うはですね、タイトル通り Unity でロボットの教師データを作る話をしたいと思うんですけれど、あの最初に少しだけ自己紹介をさせてください。名前はですね、から揚げという名前で、まあ、諸事業で本名は内緒で活動しております。職業はですね、愛知県の方で闇のエンジニアをしておりまして、 ブログとかツイッターとか各種 SNS で情報発信していますので、まあ、今日の発表を聞いて気になった方、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。ロボットやユニティは初心者なんですけれど、まあ、頑張ります。あの初心者向けの話をしたいなと思っています。で時間もないので、早速本題に入りますと、今はですね、AI ロボットのまさに戦国時代なんじゃないかなというのをひしひしと感じております。私が好きな 唐揚げでもですね、盛り付ける AI ロボットというのがですね、RT。 様からですね、フードリーという名前のロボットが出たりしています。こちらですね、rt の社長の中川さんから許可いただいて引用しております。で、こういったものにですね、刺激を受けて、個人でも、まあ ai ロボットを作ってみたいなと思ってですね。えっと、ロボット制御でサイコロを振って、まあ、そのサイコロの目を ai で画像認識するような。まあ、サイコロの目を半か超過当てる、もしくはですね、あの、今後。 まあ、チンチローリンとかできるようにしたいという意味を込めて、まあ、反調ボットというものを、あの、作ろうと考えています。まあ、これなんで作るかとかはあんまり聞かないでください。闇のエンジニアのロボットは、そのダークネスとケイオスから、まあ、生まれてくると思っていただければ幸いです。で、まあ、ここでどうやって作ろうというところで、まあ、AI ロボット三重子を連れてこようと、あの、少し嫌な予感がしてきたかもしれないんですけど、あの、お付き合いいただければ。 嬉しいですでその AI ロボット三重視っていうのは何者なのかといいますと、まあ、左から順に格安ロボットアームのマイコボットとですね2つ目がまあ AI 入門書のこちら宣伝になるんですけど、まあ、私の書籍の AI 自作教室そしては最後にやばいゲームエンジンの、まあ、ユニティのこの3つで AI ロボットを作っていくという話を今日はしたいと思いますそしてです、ね、最初格安ロボットアームのマイコボットなんですけどちょっとこちらはさらりとあの いきたいと思うんですけど、まあ、実質無料、まあ、10万未満で手に入る、まあ、6ィックロボットアームですね。今日高橋さんがお話ししていたように、まあ、スイッチサイエンスさんで個人でも購入することが可能です。こちらですね、全で入門書を無料で公開していますので、まあ、こちら、詳細見ていただけると幸いです。今日の本題はですね、AI による画像認識について主に話していきたいと思います。 えっとまあ、AI が何かとかですね、な、ま、ん、あ、で AI を使って画像認識するんだというちょっと前提はですね、今日は時間の都合上割愛させていただきます。まあ、とにかく AI を使って画像認識をしようということで、ただですね、あのやったことある人は分かると思うんですけど、教師データを集めて、まあ、ラベル付け、アノテーションですね、これをするのが結構大変です。まあ、そこでですね、 まあ、唐揚げアントワネットさんという、まあ、偉人のですね、名言ですね。教師データがないなら作ればいいじゃないという言葉に従って、教師データを作ることを考えてみました。そこで、まあ、出てくるのが、まあ、ユニティのパーセプションというライブラリーですね。こちらですね、まあ、ラベル付きの教師データをですね、一瞬で大量生成することができる、まあ、かなりやばいやつですね。で、こいつを使うとですね、 まあこれサイコロのアセットを使ってですね、いろんなですね、背景だったり、サイコロの位置だったり、角度だったりっていうのをまあランダムに振ってですね、数分で1万枚のアノテーション済みのデータをまあ自動生成することができます。これ1枚まあ10秒かかると考えても、もう人間がやると丸1日かかるような なので、まあ、これ、Unity のおかげというところですね。こちらもですね、このブログの方にですね、あのやり方とか書いているので、まあ、気になった方はぜひ試してみていただけると良いかなと思います。で、教師データが揃ったら、あとは AI で学習していきましょうということで、ちょっと私の書籍を参考に、えっ、ー、と、Google コラボラトリーというですね、無料の Python 学習環境と、あと学習モデルは EfficientNet という、まあ、比較的あの性能の作れた AI モデルを使って学習をしていきますと。で、まあ、一番データあればまあ余裕だろうと考えていたんですけれども、まあ、あの全然あの性能が出なくてですね、左がロスで右がアキュラシーなんですけど、まあ、精度は50%以下でまあ半分も正解しない上えに、まあ、左のロスを見ると、あのやったことある方はわかると思うんですけれども、まあ、完全に科学習、要はですね、その AI モデルがあのシミュレーター のデータだけにオーバーフィットしていって、まあ、実際のデータだと全然あの正しく正解できないという状態ですね。でここでな、ま、ん、あ、でこんなことになったのかという、まあ、データをよく見てみると、ですね、まあ、よく見なくても分かるんですけど、ユニティの方はまあ単純な単色な背景なのに対して、リアルだと、まあ、実際木の上で撮った写真なので、まあ、そういった木目の特徴とかが出ていて、まあ、これが影響してるんじゃないかと思いました。 ただですね、これ環境は結構頻繁に変わるので、そのたびにユニティのアセットを探すのは、あんまり実用的ではないということで、あのまあ、何か良い方法ないかなということで、まあ、GAN を使うことを考えました。GAN を使う、GAN というのは、ですが、ね、ん、まあ、作者、偽物を作る人と、その偽物と本物を見分ける鑑定士、この2つの AI モデルが競い合いながらあの、まあ、学習していくモデルでして、こういったものを使うと、 まあ、ランダムなノイズから、まあ、本物と見間違うような画像を生成することができるモデルです。でこういったシミュレーターとリアルのギャップを埋めるのに結構ギャンを使って画像を変換するのが結構最近のトレンドらしいです。まあ、ただですね結構画像変換とかやるとやっぱりそれはそれでた,たくさんデータがいるので今回はですね基礎的なギャンを使って、まあ、背景のテクスチャーを生成して性能向上をすることを考えてみました。 具体的に何をするかというと、まず1枚だけこの背景の画像を用意してですね、データをですね、10×10 10分割、まあ、100分割して、まあ、そのそれぞれの画像に対して、データのですね、明るさとか向きを変えて水増しをしてやります。で、これによってですね、1枚の背景画像から1600枚の画像というものを取得してやります。で、この画像をですね、g ャンで ギャンギャン学習していくわけです。そうするとですね、まあ最初0エポック目だと、まあノイズだらけのものがですね、2000エポックぐらい進むとですね、まあこれ結構軽いモデルで10分程度学習させただけなんですけど、まあそれでも背景画像の割とリアルなテクスチャーをすぐ作ることができますと。で、このテクスチャーを持ってきてですね、ユニティにこう貼り付けてやって、えっと、 教師データとしてやりますと。で、見比べてみると、まあ先ほどに比べるとかなりそれっぽい教師画像が生成できているんじゃないかなと思います。で、こちらを使ってですね、まあ AI で学習に再挑戦をしていくとですね、まあ今度はですね、科学習の兆候もなく、まあかなり良い感じに学習できていることが見て取れるんじゃないかなと思います。まあ、大体ですね、テスト結果としても実画像、まあ一枚からですね、まあ精度、 アキュラシーで、まあお,およそ80%の性能をまあ達成することができました。 とまあ、これ、突き詰めていけばもうちょっと上げることはできるんですけど、まあ、今回はあの基礎的な実験ということで、まあ、ここまでにとどめて、ちょっと可能性をあの示唆するということにとどめたいなと思っています。で今回、実験を通じて感じたのがです、ね、まあ、今まで,です、ね、AI モデルを割と設計することにまあ当然フォーカスしていました。まあ、例えば、ハイパーパラメーターだったり、モデルを選んだりということにまあ多くあの時間を使っていたと思うんですけれども。 AI モデルとかもですね、最近自動設計が進んできて、かなり設計する要素が減っていくんじゃないかなっていうのも感じています。で、一方ですね、結構、教師データがないタスクっていうのは、結構世の中にたくさんあってですね、そういった時に、教師データも今後はですね、パラメータとしてなんか設計していくような時代になっていくんじゃないかなというのを、今回実験してみて、すごい感じました。それもさん とまあ、一緒にそういう時代にパラダイムシフトが起こっていくんじゃないかなみたいなことをあの結構感じました。まあ、最後にまとめますと、ま,あ、まずユニティで、まあ、のロボットの教師データ作れるというあの可能性を多少なりとも示せたんじゃないかなと思っています。というのと、まあ、今日ですね、学習に使ったコードだったり、ユニティのプロジェクトというのはあのブログ記事の方でもうでに公開していて、まあ、すぐに 試せる状態になっていますので、ある程度ユニティの知識がある方だったら、もう今日、明日、すぐ試せると思いますので、あの、興味を持たれた方は、あの、ぜひ試してみていただけると嬉しいです。はい、私の発表は以上です。ご清聴ありがとうございました。